さん、明けましておめでとうございます。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間は、ピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、本日は素敵なゲストをお招きいたしました。京都市交響楽団首席クラリネット奏者、小谷口直子さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、緊張しております。緊張してるの？そんな風に全然聞こえないけど、はい、新年早々来ていただきまして、ありがとうございます、はい、お招きいただきました。はい、こちらこそ来ていただきまして、あの小谷口さんはね、もうね、素晴らしいクラリネット奏者で、あの大変ご活躍なのですが、なんかね、前にちょっと聞いた話だと、こう吹奏楽部に中学生、はい、中学校から、うん、のところに何かこう入った時に、はい、こう14希望くらいまでフルートって書いたのにクラリネットにされたという。そうなんです。何だったんでしょうね。先生、どうしてそんな顧問の先生、フルートに小谷口さんをしたくなかったんだろう。いやー、というよりも多分私よりとってもフルートに、うん、あの、はい、似合っている可愛い女の子がいたんだと思います。え、そういうこと、うん、どうでしょう。日本に行って、日本に行ってすごいね、なんかね。そうなんだ。それはでも、あのクラリネットがバーッと吹けたからとか、そんなんじゃなくて。そうじゃなかったと思いますね、うん、あのクラリネットにさせられてから3日間、全く音がスーともピーともならなかったので。3日ってでもすごくないですか。なかなか長い。普通ちょっとこう、あの適性があるからあなたってなるじゃないですか。うん、そうですよね。いや、見た目で落とされてしまいました。そこ聞いたことないよね。見た目で落とされるクラリネットの顧問ってっていうのは。いや、でもね、後日、うん、あのもう大人になってから、うんうんうん、顧問の先生、当時の顧問の先生にお会いした時に、うんうん、あの時どうして私をフルートにしてくれなかったんですか、うんうん、って伺ったんですよね。うん、そしたら、いや、あの君がフルートに向いてなかったんじゃなくて、うん、あのクラリネットにはちょっと気の強そうな女の子がね、あの言うからねとかって言われて、気強そうだってひどいと思いましたけど、あのビジュアルで気強そうだったんですね。中1の時でも。でもまあ今でもそれがきっかけでクラリネットしてるんですよね。吹奏楽だとまあね、クラリネットって割と要なところがあるので、まあ、じゃないですか。まあまあね、こうガッツのある感じに見受けられたんですかもね。でもいいんじゃないですか。でもそれがきっかけで今が小谷口直子がいるっていうことですよね。いや、よかったか悪かったか。でもその後ウィーンとかに行かれて。そうなんです、はい、あの なぜゆえウィーンだったんですか。ウィーン、そうです、なんかほらフランスのイメージあるじゃないですか。フクルートと一緒でこうクラリネットのこう留学先って、ね、うんうんうん、フランスとかドイツとか、はい、そうですね、うん、クラリネットで言うとフランス、ドイツ、それからアメリカ、この3つぐらいに大体大きく分かれますけど、私がまあ留学したのは割とこう、うん、あの30代過ぎてから大人の留学だったので、へ、そうですね、なんか若い頃はあんまりその海外に行ってどうのこうのっていうよりも、はい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 、あのまだまだ国内で自分が勉強しなきゃいけないことが山ほどあると思ったので、うんうん、あんまり海外に目が向いてなかったんですけれども、うんうんうん、偉い、まあ、いやいや偉くないです、うん、でもオーケストラに入らせてもらって、うん、いろんな音楽勉強する中で、うん、やっぱりまあね、あの西洋音楽を仕事にするのに、うん、あの日本から出たことがないっていうのはどうなんだろうなって思うようになりまして、うん、でじゃあどこか一つ国に行ってみようっていうふうに考えた時に、うん、まあ、あのご縁があってウィーンに行かせていただくことになりました、うんうん、でもやっぱりね、はい、あのオーケストラやろうと思うとやっぱりウィーンって大事なところですもんね。そうですね、モーツァルト名手もいるし、ね、クラリネットもね、はい、本当にいい、うんうん、やっぱりあの学友協会もあって、そうですね、クラシック音楽のやっぱり中心、うん、当時中心だった町なの で、ね、でね、やっぱりそこでこう空気を吸って音楽勉強してみたいという気持ちが、うん、やっぱその文化とか風土って大事ですもんね。だと思いますね。思います。やっぱりすごくインターナショナルな時代ですけれども、うんうんうん、だからこそ余計に、うん、なんか別に行かなくても、うんうん、あの今だったらインターネットでいくらでも情報が、うん、あるし、うん、あの演奏聞いたり見たりできるけど、うん、やっぱりでも
ね、現地でどんな風に人が生活してるかとか、ね、どんな風にお日様が差すかとか、どんな風に春から夏へ季節が移ろっていくかとかいうのはすごいなんか経験できてよかったなと思ってます。あ、素晴らしいですね。あのね、さっきあのね、最近ね、和声楽器の入らない編集の曲が好きでね、先月はフルートとソプラナでお届けしたんですけど、はい、今月はね、小谷口さんとあのアメリカの作曲家、ムチンスキーのフルートとクラリネットのためのデュオという曲をあのお届けしたいなと思ってるんですけれども、はい、この曲ね、先日実はこちらのゲストで出てくださった若寿郎光三さんと演奏していて、その時は1番と3番だったんですが、今回はね、小谷口さんとは1番と6番をお届けしたいと思います。じゃあ、お楽しみください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました、小谷口直子さんとムチンスキーのフルートとクラリネットのためのデュオ1番と6番をお届けいたしました。名前がね、ムチンスキーというだけあって、アメリカの作曲ですが、ポーランド系の作曲家らしいんですね。で、この曲初めて知ったのは私ベルギー時代の先生とちょっと一緒に演奏しようかなと思って候補になった曲だったんですけど、その先生もやっぱりポーランド系ユダヤ人の方だったので、やっぱりね、思い入れがあったんだと思うんですね。なるほどね。ちょっと面白い曲で私も気に入っていて、あの先日のね、大阪国際室内音楽コンクールではこの編成のね、曲がね、演奏したデンマークの2人組が2位に輝きましてね。はい、なんか面白いですよね、そういうのも ね。やってみてどうでした？いや、もう新年早々緊張しました。しましたなんか和声楽器入らないとちょっとごまかし聞かないですからね、小谷口さんね、なんかこう緊張感漂いますよね、なんかね、本当に曲もちょっとそんな感じですし、はい、はい、でね、小谷口さんはあの2月3日に京都コンサートホールのアンサンブル村田ホールでコンサートなさる予定のようですが、どんな感じのコンサートなんですか？お話しさせていただいていいですか？うん、どうぞ。はい、これは私の小谷口直子室内楽演奏会ということで、まあ、第2回ということで演奏させていただくんですけれども、うんうんうん、私があの念願だったメシアンの時の終わりへの四重奏曲をメインにしまして、これはあの対局ですよね。そうですね。何分ぐらいありましたっけ？全部で50分過ぎるかな。はい、じゃあもうそれをもう2部に持ってきて、そうなんです、ね、そうですね、うん、クラリネット、バイオリン、チェロ、うんうんうん、
ピアノっていう四重奏の変奏なんですけれども、うん、同じ編成で竹光徹さんのカトレーン2という曲がありまして、うん、はい、この2つ並べて聴いていただきたいな。現代もののプログラムを。そうですね。そうですね。はい、へえ、あの、でも、あの、豪華なメンバーですよね、本当にね、素敵な方ばっかり、今を活躍されてる方たちばっかりで。そうですね。まあ、演奏はもちろんのこと、人柄も素晴らしくて、うんうんうん、本当にあの音楽仲間として親しくさせていただいている、うんうん、あの、上森翔平さん、杉江陽子さん、うん、それから塩見佑さんというメンバーで、うんうんうん、はい、楽しくさせていただきます。皆さんね、一人一人聞いても本当素晴らしい演奏家ばっかり、私もね、よく聞かせていただいてる方たちなんですけど、はい、うん、でもその第1回目はどんなやつだったんですか？1回目は、うん、プロコフィエフの、ヘブライの、はい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 、あの演奏曲させていただきまして、あとモーツァルト、うん、あのを演奏しましたね、うんうんうん、はい、あの結局やっぱりがっつりしたものが好きなんですね。そうですね、うん、結局、まあ、自分の自主演奏会っていうことなので、うん、やりたい曲をやりたいようにできる、うんうん、いいメンバーでみたいなね。まあ、あの、あの、京都コンサートホールさんに共催という形で、うん、あのご協力いただいているんですけれども、まあまあ2時間っていう枠と、うん、コンサートホールの、まあ、あの会場ですね、うん、これを自由に使っていいということで、なんか、まあ、そうですよね、はい、あのクラリネットをマジマジこう聞くコンサートっていうのは意外と皆さんないんじゃないかなと思うんですよ。どうしてもバイオリン、ピアノってとても多いし、うん、ね、弦楽カルテットとかとても多いと思うんですけど、はいはいはい、こうクラリネットを主としたこう室内楽って、はい、なかなかこうみっしり聞かせていただく機会ってないの で、 そうです ね、 ね、皆さんぜひぜひお出かけいただきたいんですけど、うん、ありがとうございます。2月3日の土曜日何時からですか？はい、お昼の2時開演です。いいお天気になればいいなと思うんですけれども、うんうん、まだまだ寒い時期ですけれどもね。そうですね、はい、ちょうどでも終わっていい時間ですよね。皆さんでまたお夕飯とか食べに行かれたら、ね、お出かけするのにすごくいい時間帯なんじゃないかなとか思うんですけど、はい、なかなかでも聞けないですよね、これは。そうですね、うん、やっぱり編成が特殊なこともあって、うんうんうん、なかなか、まあ、時間がね、あの50分っていう長い枠なので、うん、なかなかコンサートに組み込むに難しいようなう、ね、あのプログラムなので、うんうん、なかなか聞いていただける機会がないかなと思ったりもするので、ぜひ。シアンはでもね、あの聞き応えあるし、そのフランスを代表する、ね、現代音楽の作曲家、まあ、現代って言ってももう私たちにとってはもう古典に近くなってきてはいると思うんですが、ウィーンはでもやっぱフランススタイルなんですってね。ウィーンはフランススタイルと、あの楽器クラリネット、クラリネット、うん、あのね、ウィーンスタイルなんですけれども、うんうん、歴史が長いので、うんうん、あのフランス式のクラリネットを持って留学する学生たちにもすごくこう、うん、なんていうか広い受け入れの、そうですね、なるほどなるほど、はい、じゃやっぱりウィーンスタイルっていうのがやっぱちゃんとある、あります、あります、うん、でもスイスとかすぐ近くにあのフランスシステムを使う国があるので、うんうん、チェコもそうですかね、うんうん、そうですね、どっちかというとフランスです、うんうん、ですね、はい、でもドイツに囲まれてるんですけど、そうなってますね。そうですね、うん、だからフランス式のクラリネットを持っていてもフランスの音楽スタイルじゃなくて、やっぱりドイツオーストリアの音楽スタイル、演奏スタイルを学びたいっていう人が、まあ、行くのにはとても最適な街かなと。でも面白いですよね、はい、まあ、ドイツでもないですもんね、同じドイツ語を喋っていたとしては本当に面白いもんですよね。はい、じゃあ話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知をさせていただきます。2月16日金曜日、大阪中之島フェスティバルタワー内の12階アサコムホールさんで、朝日新聞社主催のコンサートをフルートとピアノでいたします。抽選でお聞きいただけるようですので、ご興味のある方はホームページをご覧ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間に お会いいたしましょう。皆さん本年もどうぞよろしくお願いいたします。山村ゆかりのミュージックプラスでした。